朝見とは左見、下見、大祖見、少林見などの総称です。伸びやかでスピードがあり、ダイナミックな大技を含むことを特徴としています。ここに演武している郭歯科は1982年度の広州全国武術表演祭において、次戦剣術、刀術、根術、伝統剣など5種目において優勝した女性剣法家の第一人者です。伸びやかな中にも力強さを秘めた見事な表演です。